ニュースポストセブンです。高市早苗前総務省が過去に出版した著書、30歳のバースデー、その朝女の何かが変わるか永田町で話題になっています。生々しい恋愛のエピソードも語られている本作、特に注目されているのはワイン通の恋人とカンヌで過ごした時の思い出。ホテルの過ごし方については、ルームサービスを食べる時も当然ベッドで裸の上にブランケットを巻いたままと明かしており、彼のことについてはもちろん彼が素晴らしいテクニックを持っていることは言うまでもないと赤裸々に語っています。ニュースポストセブン。